その立ち上がり、田中、1回の裏2アウト1塁2塁、5番の稲葉です。ショートの右を抜けるセンター前タイムリーヒットで日本ハムが稲葉のヒットでまず1点を先制しました。田中健介もしっかり走りました。2回の表、斉藤佑樹を攻めてワンアウト満塁、楽天もチャンスを作ります。ここでバッターは内村、当たりはセカンドゴロ、ただこのちょっと弾いてしまいました。アウトは1つだけ、1塁アウトだけで、これで1点入って1対1。さあ2回の裏のファイターズ、この回も2アウト1塁3塁と田中を攻めます。小屋野は右への打球はセカンドゴロ、得点は入りませんでした。3回の表、2アウト1塁3塁、7番のテレーロ、ピッチャーの斉藤の足元を抜けて打球はセンターに転がりました。2対1と東北楽天勝ち越しです。4回の裏にもファイターズチャンス、2アウト3塁、まだ田中手探り状態という中でしたが、田中健介は打ち上げてショートフライ、この辺りから姿が変わってきましたよね。徐々に変わってきましたね、はい、そして6回の裏です。ワンアウト一塁、7番の金子誠、外の変化球空振り三振、どんどん鋭くなってきましたからね。8番の鶴岡もフォークボールか三振、声かけてきます田中。7回の表、斉藤はこの回フェルナンデスにレフト前にヒットを打たれます。そしてこのヒットを1本打たれたところで栗山監督ピッチャーを変えました。斉藤6回と3分の0で降板、変わったピッチャー谷本、牧田を三振、そしてランナーフェルナンデス盗塁失敗、三振ゲッツー、打ち取りました。さあそして終盤の田中、7回の裏、ラストバッターの陽、変化球三振、そして小屋野もショートゴロに打ち取られました。中盤以降は尻上がりっていう感じの田中、8回には3番の糸井、まっすぐで三振、さらに6番のスレッジも高めのまっすぐで三振、ついたのでした。すごいですよね、もうスピードがまで気になるぐらいまで余裕出てきてましたからね、はい。そして完投するのかと思ったんですがピッチャーラズナーに変わりました、9回です。そして最後のバッター陽大館、三振で、あ、田中最後によっしゃーの一声、結局2対1、東北楽天1点リードを守りまして、田中将大が今シーズンの初勝利を挙げたという試合でした。